のクレイクっていうお店です。ピザが美味しいらしいです。これやっぱカリカリだ。今日がラスト稽古ですね。で、明日ロンドンカップがあって、明後日の飛行機で帰ろうと思ってます。なので今日が最後の稽古となります。はい、ということでイギリスでの最後の練習かな。まあ今日の夜もあるかもしれませんけれども、稽古終了しました。この後ね、ちょっと買い物をして、明日ロンドンカップがあるので、それを応援しに行って、日曜日の個人戦まで見れるかわからないんですけれども、その後に日本に帰るっていうようなスケジュールとなっております。長いようですっごい短かったですね。もう少しあるので引き続き楽しみようと思っております。それではちょっと買い物に行ってきます。今日はここのバーに入ります。行ってきます。お昼ご飯ですよ。天気がいいですね、今日も。最後、お昼ご飯だけって言ってましたけど、ビール飲んじゃいました。テキインパイ。あー、めちゃめちゃいい天気、すごいピクニック日和です。ここがですね、バッキンガム宮殿って、王様がいるところですね。人がめちゃめちゃ多いです。すごい。あそこにいる赤い人が女王様のボディーガードっていうの。なんかガードマンみたいな。クイーンズガードっていうんだって。で、こっちにも銃を持ってる人がいますね。で、あそこに旗があるじゃないですか。で、旗が一番上にあるときは王様がいるよっていう合図らしいです。この檻を多分超えると銃でやられてしまいますね、この人たちに。なので注意しましょう。イギリスのお土産屋さんに来てます。すごいおしゃれ。エレベーターがめちゃめちゃ狭い。そしてパリ渋い。ショッピングも終了しました。ということで今日も一日終わって、明日からロンドンカップが始まります。皆さん応援するんで頑張ってください。ありがとうございました。 KCR めちゃめちゃ楽しかった。何回も稽古しすぎてもう僕は体がボロボロです。また来れるように頑張ります。ここシャード、イギリス一高いビルもここで見納めです。ということでありがとうございました。今日はですね、ロンドンカップの方に来ております。観客席がないので直接体育館に入ってという感じになるんですけれども、ものすごくワクワクしてますね。ヨーロッパ大会のように皆さんの応援頑張っていきます。なんでバナナ食べてるんですか？モンキーネバークランプ。モンキーネバークランプって何ですか？猿は筋肉を釣らない。あ、釣らないから。なるほど、だからバナナ食べてるんですよ。はい、ということでロンドンカップのね、予選が終了して、まあロンドンカップは EKC よりレベルがね、さらにバラバラ、全然まだまだ始めたばかりの人もいるんですけれども、これはこれでね、すごく盛り上がってて楽しい試合だなと思います。2面しかなくて応援席もないので、すごくね、ごった返してるんですけれども、その中でもね、一生懸命に剣道楽しそうにやってるみんながやっぱいいなと思いました。これオープン大会なので、なんか僕も参加していいよみたいな感じで言われたんですけれども、来年はね、ぜひ参加できればいいなと思っております。フランスでもフランスオープン大会みたいなものがあるらしいんで、そういったものにもね、今後出ていけたらいいなっていう風に思いました。今から決勝戦です。キッポン VS 若葉の A ですね。キッポン相互にレイゴー。はい、ということでですね、ロンドンカップの決勝戦となっております。若葉の A とですね、まあイギリス代表チームですね。で、白がキッポン、こちらは混合チームですね。スイスだったりとかアメリカ代表のチームとかがですね、一緒にミックスになって試合に出ております。特に中堅のそのアメリカの選手はですね、世界選手権で日本に勝った時の二刀流の選手で、めちゃめちゃ、強かったです。また後ほど紹介させていただきます。ダニエリ選手、ここで1本取られるんですけれども、ちょっとね、ちょうど審判で被ってて、どっちが1本になったのかが見えなかったんですけれども、白の面ありとなっております。で、ここ
から取り返しに行かないといけない場面ですね。ダニエル選手と大きくなってしまう癖があるんで、できるだけ小さくなったらもっと強くなると思います。ということで、ここ前方戦はキッポンの勝利となっております。一本勝ちですね。全然ヨーロッパ大会とは全然違うね、はい、雰囲気でめっちゃ面白かったです。次鋒戦です。ルカス選手とスイスの選手ですね。この選手、ヨーロッパ大会でもあったんですけども強いですね。足さばきとかうまいですね。ただルカス選手が面技とか大きい技があるんですけれども、ここの面すごい惜しかったですよね。めっちゃ小さくて良かったと思います。でこの後ですね、固定面打たれます。ルカス選手は面だけじゃなくて、こういった固定とか、王者だとかもうまいんで、引き込む技とかもうまいんで、まあ、そういったところは注意しないといけない場面でした。ほら、こういった固定技もうまいんですよ。力も強いですし、とか引き込みながら面打ちですね。ここも思い切った面打ちです。はい、ということでここはルカス選手の2本勝ちとなっております。ということでここからですね、中堅戦となります。先ほど紹介させていただきました二刀流の選手ですね。左手の子たちで相手の竹刀を触ったりとか、はい、しながら惑わしたりとかしながらですね、右手の太刀の方で打突していくっていうような二刀流の選手。結構海外の選手、二刀流の選手たくさんいらっしゃいましたね。この抜き面とかすごいですよね。右手で全部操作してるんですよ。まあ通常のサブクではなくてですね、少し短いサブ七の竹刀なんですけれども、それでもやっぱすごいなと思います。かなりの握力が必要なんで、最後ね、筋肉少しだけ取らせてもらったんですけども、ムキムキでしたね。右手が左手で惑わしながら触ったりしながら打突しに行くっていう感じです。で今右手で上段していると思うんですけれども、最後の方見ていてくださいね。ここの固定惜しかったですね。片手固定とかも打てるんで、操作能力がすごいですね。でこれが抜き面、攻めていって相手が来るところの抜き胴、抜き躍動ですね。すごすぎる。あんな命中率片手でなかなかできないですよ。出鼻面も打てる。この片手ことでもめっちゃすごいですね。音が鳴ってるっすね。でこの後見ててください。今右手で構えてたと思うんですけど、ここで多分変えてるんですよ。これってどうなんですかね。試合中のその右手で上段してたのが左手に変えるっていうのはありなんですかね。これがえっていう風に戸惑ってたっていうことを言っておりました。終わって、はい、ということでここは引き分けとなっております。ここの引き分けかなりでかいんじゃないかなと思ってます。ずっとね勝ち続けていたんで、アメリカの選手で、ここで副勝戦となっております。なので今本数で勝っているような状況ですね。1-1 の本数差で勝ってます。キッポンの選手は女性の選手ですかね。ここから面開始後手ですね。よく見ていると思います、コリンズ選手。はい、ということでここで2本勝ちとなっております。この時点でですね1-2なんですけれども、本数差ですね、本数が、1-4となっているので、大将のキッポンがですね2本取り返しても、追いつけないっていうようなスコアとなっております。なのでやっぱなかなかですね、こう大将戦
には回したいところで、日本負けっていうのはすごく痛いので、まあ、最低でもですね、皆さんこうチーム戦団体戦を行うときは一本で抑えるっていうこと、一本負けで抑えるっていうことを意識すると、こういった感じでですね、対処に回らずに負けるっていうことが少なくなってくるので、ぜひ、そういったところを意識するといいんじゃないかなと思います、まあ、ジェームス選手もねこうすごいずっと技を打ち続ける、技を出しながらこうつなげるっていうところがすごく上手くなっていて、ね、全然強くなったなと思いました。以前最初に会ったのは福岡でね、日本に来た時に会ったんで、そこからさらに成長しているなっていう風に感じております。引き技とかもめっちゃ上手くなってるし、はい、ということでここで時間でですね終了となります。若葉 A 優勝おめでとうございます。ここに、はい、ナイスファイト、アドバイスお願いします。アドバイス大きな選手、大きい選手でしたね。やっぱ大きい選手だし、面が得意っていうのがもし分かってたら、はい、得意技です。あ、それに対しての王者技を狙って、やっぱ面は十分に注意しないといけないと思います。分かりました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日の試合の感想をぜひください。 Had a lot of fun。 楽しかった。なんでそんなに強いか中途を日本語めちゃめちゃできるんですか。10年ぐらいやってて、まあ、15年ぐらい飽きてきて、飽きてきた、ま、その時はまだ20歳だったので、はいはい、まあ、19歳ぐらいで、はいはい、中大も飽きたくない、飽きてちょっと常年やってて、はいはい、やっぱり二刀流が面白くて、うちの近くにすごく強い二刀流の先生がいたんですよ、第8世界大会の活躍をして、その先生に二刀流の基本を学んで、はいはい、でそれから、まあ、自分がもう理解してる剣道を、集団の剣道を二刀流に、でそれからすごい間合いがすごいなと思ったんですよ。この二刀でちょっと短いじゃないですか、はい、やっぱもうそこも感覚をしっかり練習ずっとしてきてっていう感じですか。そうですね、前をその小刀で変化する。あー、ずっとやってましたよね。伸びたら、はい、急にこう入れたら、はいはい、相手が剣先でその前を取ってたら、この前とこの前はすごく違って、はいはい、相手のその剣先を見てるから、それを利用して。なるほど、めちゃめちゃ面白い。インチキな、いやいやいや、すごい試合じゃん。片手でコテとかドーも打ってましたよね、はい、それがすごいなと思って。もうみんなもう二刀流に対して作戦も分かってるから、別の技をしないと。ただほとんどの選手はもうやっぱりこうやれば、はいはい、ほとんどの二刀流は何もできないですから。やっぱり二刀流は王子技がないから、ね、はいはい、僕は王子技の決め、決め、すごい。面もこの上から打ってましたよね、上から。全日本の小手返し面とか、はい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 。この角度で面を返して、なるほど。筋を立つように、はい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 。まあちょっと本当は汚いけど、まあ、試合だから、はい、いや、ありがとうございます。キッパーの大将です。お、キッパーの大将、はじめまして。はじめまして。めっちゃ日本語語できるんですか。おめでとうございます。14章すごいですね。いやいや、先生おめでとう。ありがとうございます。おめでとう。ナイス活躍、素晴らしい試合でした。おめでとう。二刀に対してこの聞き分けがすごいでかかったと思うよ、俺は。ナイスね。いや、コンちゃんもすごい面だったね。いい面でした。おめでとうございます。ありがとうございます。 In second place, Team Kippon。 3, 2, 1 Thank you. In first place and winner of this year's London Cup, Team Wakaba. You also get, and the winners also get a Shinai from, a Shinai from our sponsors. Okay, and Tiyama Sensei presents the 2023 London Cup. Three, two, one. Thank you.
キンスキー優勝おめでとう。お疲れ様です。お疲れ様です。どうでしたか今日の試合は。いや楽しい楽しい楽しい。明日もある。個人インディビジュアル、頑張ってください。ありがとう、ありがとうございます。応援してます。ありがとうございます。今日自分の試合はどうでしたか。自分は最初の方は、今日シニア初めてなんですよ試合が。そうだね、そうそう、誕生日やもんね。そうですね、初めてシニアとやって、ちょっと違ったんですよね。お、何が。例えば一番違ったのがやっぱり市内の重さ。あ、サンク使ってると。あ、初めてサンク。そっか、初めてサンクなんですよ。へえ。それの重さに結構最初のうちは慣れなくて、それで結構苦労したんですけど、だんだん慣れてきたうちになんか重い方が打突が出るなって思って、すごいやりやすくなったって気がしましたね。おー、いいね、いい気づきだね。 EKC とこのロンドンカップ全然また雰囲気も全然違ったと思うけど、その辺はどうですか。ヨーロッパはなんかやっぱりいろいろな国から、国を背負ってる人を応援する人はやっぱり大声で応援するけど、確かになんかここは身内の人とか、あー確かに普通に剣道がただ興味ある人とかが来て、やっぱりもうちょっと落ち着いたような落ち着いた雰囲気だったね。そうですね、確かに、ね。まあ、また明日も個人戦あるのかな。はい、はい、頑張ってください。ありがとうございます。ありがとう。今ちょっとだけ試合の紹介、女子だけの大会なんだけど来てくださいっていうので、3月の2日と3日に女子の大会がある。はい、あります。で、どこでやるんでしたっけ。ドイツのハンブルクです。ドイツのハンブルク、はい、どんな街なんですか。視聴者がとても綺麗で、自然もたくさんあって素敵な場所です。ご飯美味しいですか。ご飯はちょっといろいろあるんですけれども、ウインナーが有名で、あ、もちろんビールも。ビールも、はい、オーケー、いいですね、行きたい、はい、腕やばくないですか。腕やばいよ。もともとアメリカンフットボールやってて。あ、アメリカンフットボールやってたんですか。え、じゃあそれから全然落ちてないんですか。その後あの筋トレやってた。筋トレ筋トレが趣味なんですか。剣道には全然役に立たない。いや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 、うわ、もう筋肉のつき方が違う。すごいよ腕が、ここやばい。ありがとうございます。すいません。そうだね、明日の個人戦楽しみだね。ちょっと多分途中で帰らないといけないけど、いい結果報告待ってますよ。イギリス最後の日です。最終日ロンドンカップ、途中までしか見れないかもしれませんけれども、しっかり応援していきたいと思います。今日も最後の最後まで晴れでしたね。奇跡の天気らしいです。ラッキー。ロンドンカップの2日目が始まって、今午前中は女子の予選が始まっています。こんな感じでイギリスでこの辺に売ってあるクロワッサンとかがめちゃめちゃ美味しいんで、ぜひ食べてみてください。来たら毎度おなじみクロワッサンです。とっても美味しいんですよ。外はサクサク、中はもちもちって感じで。車壊すなよ。車壊すな、何してるんだ。面白い。ルカス頑張ってる。負けて悔しがってるナナミ選手です。YouTube 乗っちゃう。剣道やりたいですか。剣道めっちゃやりたいです。負けたけどやりたいらしいです。めっちゃ稽古します。頑張ってね、僕が帰っても。これが多分ラストの見れる試合かなと思います。それがコリンズ選手対ダニエル選手。バイバイ、またね。バイバイ、またね。
はい、また会いに来てください。はい、バイバイ。バイバイ。ありがとうございました。気をつけてください。じゃあね。ああ、寂しい。頑張れよ。また来て、ありがとう。頑張れよ。うん、楽しかった。うん、じゃあね。はい、ということでロンドンカップ最後まで見れなかったんですけれども、めっちゃ楽しかったですってことで、今から日本に帰ります。マジ寂しい。ありがとうこの会場も。また来ます。はい、今ですねイースロー空港に到着して結果報告が来ました。優勝がですねジェームス選手で、準優勝がコリンズ選手、リック選手ですね。で3位が電気を破壊したアンディ選手で、トールくんがロンドンカップで18歳になってベスト8、コンラダスがリックに敗れてベスト8、コンちゃん負けちゃったんですね。すごい、おめでとうございます。おめでとう。はい、ということでこちらですねロンドンカップ個人戦の決勝戦となっております。赤がですねコリンズ選手、白がジェームス・ライト選手ですね。イギリス代表同士の決勝戦となっております。私途中で帰ってしまったので、いただいた動画でですね、皆さんにお届けしております。どちらもバチバチに戦っております。ここで引き面ですね。ちょっと逆動とかタイミングをずらしたような引き面、相手が警戒させた後の引き面ですね。どちらもやっぱこう技を出しながら調整してるっていうのがいいですね。思い切った技を出しながら相手の選択、技を決めていっているっていうところがすごくいいなと思いました。技は尽きないじゃないですか。ここで入り際の逆動ですかね。うまいですね。ここで勝負です。ここも逆動ですね、引き逆動ですね。うまい。ということで優勝はライト選手ですね。ジェームス・ライト選手、おめでとうございます。はい、ということでついにヒースロー空港の出発口に入ってね、いよいよ日本に帰るっていう感じでございます。悲しい。長かったと思ったんですけれども、長いなって最初着いた瞬間思ったんですけれども、一瞬でしたね。もう早すぎた。おしゃれなバー、今回めちゃめちゃ楽しかったですね。ヨーロッパ結構3週間ぐらいでね、金曜日に帰る予定を日曜日に変更したりとかしたんですけれども、それでもやっぱまだ短いなって思うぐらい楽しい旅でした。新しい学びだけじゃなくて、新しいことにももっと挑戦していきたい、なんか試合に久しぶりに純粋に出たいなって思う気持ちが芽生えたりとか、そういった気持ちも出てきたので、まあ剣道普及とともにですね、自分自身もヨーロッパで活躍できたらすごい面白いだろうなと思いました。はい、ということで無事ですねヒースロー空港を到着いたしました。そしてここにね、もうこれでアナの飛行機に乗れば日本に帰れるというような状況でございます。本当にですね、ヨーロッパ大会に来てたくさんのつながりができてね、ヨーロッパ各国の方々とねたくさんつながれて本当に良かったなと思っております。ヨーロッパ全部回りたいですね。もう一言でまとめると、世界広いなっていう感じですね。はい、ということで機内の方に乗り込みました。ここからまた14時間か15時間の旅が始まります。シンガポール行きたい。シンガポールのですね、デリック選手っていう人とも出会ったので、シンガポールのですね、ぜひセミナーとかも行きたいと思っております。取り出さず、座席にお座りのままお待ちください。
はい、ということで無事東京羽田空港に到着いたしました。やっぱフライトの時間が一番長いですね。きつい。それとこの後に来る時差ボケ、この2つが一番きついですけれども、台湾の時はまだコロナウイルスのやつが緩和されてなかったのでコロナの陰性証明書が必要だったんですけれども、現在はですね特に証明書とかがなく普通に入れましたね。いや、よかった。東京の方に到着いたしました。ここから大分の方に帰ろうと思っております。今日はここでご飯です。魚政っていう居酒屋さんに来ました。めちゃめちゃ美味しいらしいです。そして現在今8時とかなんですけれども、もう19時ぐらいには真っ暗でしたね。イギリスってもう10時ぐらいまで明るかったんでびっくりしますね。ですからイギリスから帰ってきました。お疲れ様です。乾杯。ボンジュール。ボンジュールはイギリスじゃないんよ。はぁ、おえい、美味しそう。向こうの刺身はちょっと危ないかもしれないっていう警告を受けます。これ1500円らしいです。向こうだったら多分5000円以上します。バンクーはそうですよね。絶対うまいです。みんな帰ってきました。東京ですね、スカイツリー。今からですね大分の方まで戻っていきたいと思います。帰るまでが遠足ということで無事にね大分まで着けるように気をつけたいと思います。帰ってきてからね時差の影響もあって夜眠れてないんですけれども、大分に帰ってからしっかり休もうと思います。ちょっと疲れてます。雨がやばい。あら、いいじゃん、元気やね。ただいま。うわ、かわいい靴履いてる。これママが買ってくれた。ママが買ってくれた。うん、いいじゃん、ただいま。おかえり。おかえり。お久しぶり。はい、ということで無事ですねイギリスの方から帰ってまいりました。たくさんの経験をさせていただくことができました。これもクラウドファンディングでご支援いただいた皆様、それからイギリス現地でですねたくさん協力してくださった皆様、本当にありがとうございました。こうした剣道世界普及活動をどんどん行っていこうと思っておりますので、今後とも皆様応援のほどよろしくお願いいたします。たくさんですねイギリスの動画投稿させていただきましたけれども、皆様最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。また次回の動画を楽しみにしていただけると嬉しいです。じゃあ、またね。バイバーイ。